ングダムは、愛媛県四国中央市、一級河川、吉野川水系道山川の最下流部に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構が管理する多目的ダムであり、高さ42.0メートルの重力式、コンクリートダムである。富里ダム、柳瀬ダムと共に、道山川三ダムの一つとして、道、山川及び吉野川の下流部の治水、 馬地域への考えと川の絵、いよみ島地域の工業地帯に工業用水を供給、さらに水力発電を行う目的を有している。ダムによって形成された人造湖はまだ名称がない。馬地域の悲願を叶えた同山川分水の水源、柳瀬ダム、瀬戸内海気候であり、中小河川しか存在しない馬地域は古くから水不足に悩まされる地域であり、 水の豊富な道山川から用水を引くことは夢であり、悲願であった。安政年間から旧江戸幕府、明治政府への陳情を繰り返し、大正時代後期には、具体的な対策して、道山川にダムを建設して、王山脈を貫き、馬地域に導水する、道山川分水計画が浮かび上がった。だが、別市道山鉱毒事件や、下流徳島県の反対によって、計画は、 着手に至らなかった。特に徳島県の反対が最大の難問であり、吉野川下流の観光推理権を有する徳島県は、県議会によって同山川分水反対決議案を全会一致で採択するなど、事業者である愛媛県との対立は容易に解決しなかった。これに対して、当時の河川行政を管轄していた内務省は、両県の仲裁に入り、 発電事業の撤退と完了図入り分の水量を放流するという折中案を提示し、ついに徳島県も妥協して、同山川分水に合意した。戦後、愛媛県は、同山川分水の早期完成を目指し、同山川中流部に柳瀬ダムの建設に着手したが、1948年の JN 台風によって、同山川が計画を上回る洪水を記録したため、 治水計画を再検討、事業を建設省中国四国地方建設局に移管させた上で1953年に完成させ、同時に同山川分水も仮通水し、馬地域の悲願であった同山川分水はついに完成したのである。この頃全国的には水害による被害が極めて多く、廃線で混乱する日本経済にさらに打撃を与えていた。 水害が経済復興の阻害要因となることを恐れた内閣経済安定本部は1949年、ト根川、淀川、木曽川、北上川など全国12の主要水系に対して河川海底改修計画を策定、アメリカの TVA 方式による多目的ダム中心の大規模河川、総合開発事業を推進し、洪水調節のほか食料増産のための灌え整備、 電力需要確保のための電力開発を基とした。吉野川水系もこの対象水系に選定された。1952年経済安定本部は、河川行政を管轄する建設省をはじめ、電力事業に参入する電源開発、四国電力、そして愛媛、徳島、香川、高知の四国4県で組織する四国地方総合開発審議会を結成し、 同年吉野川総合開発計画を発表した。この中で吉野川本流にサメウラダム、小ボケダムの2大ダムを建設するほか、穴内川と同山川に多目的ダムを建設して吉野川の地水と馬地域への灌溉強化、そして水力発電の強化を目指したが、同山川には柳瀬ダムを上回る規模の多目的ダムが計画された。これがシングルダムの前身となる。 岩戸ダム計画である。岩戸ダム計画は、道山川が、いよ川と呼ばれる流域、徳島県三吉郡山城町、吉野川五流点から約二点零キロメートル上流の県民温泉付近に建設が予定されていたダム計画である。経済安定本部が提示した原案では高さ百三十六点零メートル、総貯水容量は約二億八千九百万トンと現在のサメウラダムに、 匹敵する大規模なダム計画であった。ダムの目的は、洪水調節と考え、水力発電である。洪水調節については、上流の柳瀬ダムと連携し、ダム地点において、毎秒2000トンの流量を、毎秒1060トンカットし、下流には、毎秒940トンを放流する。考えについては、小ボケに建設される小ボケダムとの間で、 連絡水路を建設し、鳳山脈を貫いて、馬群に洞水する。また水力発電では、同山川第三発電所を建設して、柳瀬ダムの発電能力を増強させる。だが、水没対象が現在の新宮ダム直下流まで及び、愛媛、徳島両県に及ぶことから計画は、縮小方向で修正された。すなわち、 経済安定本部修正第2案では高さ116.0メートル、早貯水容量約1億6300万トンに縮小され、さらに電源開発案では岩戸ダムの水没物件を減らすため、岩戸ダム地点よりも上流の山城町大野に高さ65.0メートル、早貯水容量4150万トンの大野ダムを建設して、水没物件を可能な限り抑える方針とした。 だが、水利県をめぐって、徳島県が必要以上の水量を、愛媛県や香川県に供給することに対して、猛烈に反発。協議は暗礁に乗り上げこれを嫌った四国電力が、審議会を離脱、吉野川総合開発計画は、サメウラ、小ボケ、池田の三ダム建設に絞られ岩戸ダム計画は、立ち消えとなった。同山川上流部に建設された、富里ダム。 吉野川総合開発のアンカーでもある。その後1960年代に入り、馬地域は新居浜市の住友グループによる工場群や川野江市のパルプ工場などが建設され、次第に工業用水の需要が増大した。また新規農地開発によって、さらなる農業用水の需要も高まり、新規の水資源開発が求められた。1965年に吉野川水系は、 吉野川水系水資源開発基本計画が定められ、水資源開発公団による総合的な河川開発が計画された。この中で、道山川については、旧岩戸ダムより規模を小さくし、かつ上流部の新宮村馬立地先に多目的ダムを建設して、道山川の治水と道山川分水の増強、そして水力発電による電力供給の確保を目指した。 こうして1969年にシングルダムの計画が発表され、100個の住居が水没するという犠牲を払って1975年にダムは完成した。この年は、サメウラダム、池田ダム、香川用水といった四国の重要な水資源施設が相次いで完成しているが、シングルダムも同山川分水を拡大した愛媛分水の水亀として、 宝山脈を貫く分水トンネルとともに完成した。目的は、洪水調節、灌溉、工業用水道供給、水力発電の4つである。洪水調節については、同山川と吉野川中、下流を対象として、ダム地点で、毎秒1600トンの流量を毎秒400トンカットして、下流には、毎秒1200トンを放流する。灌溉については、 四国中央市川野江地区の農地650ヘクタールに最大毎秒0.490トンの農業用水を愛媛分水を通じて供給する。工業用水道については四国中央市川野江、いよみし地域の工場群51施設に対して日量で28万3000トンを供給。そして水力発電については愛媛県営の道山川第三発電所において 常時 3900kW、最大 11700kW の電力を発電、上流の同山川第1、第2発電所とともに電源地帯を形成している。その後同山川では2000年に富里ダムが完成し、これによって1952年以来48年の歳月をかけた吉野川総合開発計画は完了したのである。なお、吉野川水系ダム群は、 池田ダム棒にある国土交通省吉野川ダム、統合管理事務所において、効率的な運用が行われている。JR 伊予美島駅前バス停より、瀬戸内バス、新宮、または、霧の森行きで42分、新宮ダムで下車後、徒歩15分。新宮ダムへは、高知自動車道、新宮インターチェンジ下車後高知県道、愛媛県道5号川野大砲線を北上して、 国道319号を左折し、直進すると到着する。またダム直下流へは、国道319号のバス停、シングダム口から左折し、直進、高知自動車道、道山川橋をくぐると間もなく到着する。大ボケ、小ボケ、池田方面からは、国道32号から川口交差点を曲がり、国道319号を直進すると到着する。 さらに上流に進むと、柳瀬ダム、富里ダム、別紙ダムがある。ダム完成後、同山川流域を塗って走る、国道319号の整備も行われ、法王山脈を貫いて、掘切りトンネルが建設され、国道192号とつながり、川野へ、伊予美島方面と、同山川流域のアクセスが格段に向上した。しかしながら、掘切りトンネルから、 ダム下流 3km 地点の影遺跡区間は片側1車線で整備されているが、影遺跡三吉市山城町、大野区間は未整備のままであり、車1台が通行できるア路となって、折りすれ違い困難な区間でもある。連続雨量による制限があり災害時には大きな支障を生じるため、早期の改善が望まれている。掘り切りトンネル、柳瀬ダム、金車湖。 平野橋区間も同様の愛路となっている。ありがとうございます。